みんな今の気持ちどう？大丈夫？泣いてないか？目腫らしてないか？大丈夫か？泣いた、そうだよな。わためは、ね、もうちょっと前に知らされていたから、今はまだなんとかこうやってみんなの前で喋れるけど、やっぱりそれを聞かされてすぐはね、今のみんなと同じ気持ちだったから、ね、もちろん、まあ、チャットも送ったり2人で通話して心地の、まあ、気持ちとかいろいろね聞かせてもらって、まあ、そういうのもあって自分でね決めたことだし、何度も何度もね引き止めるのは違うなと思って、それなら心地の望むように笑ってね、精一杯ね時間いっぱい過ごしていきたいなってわためは思った。さすがにでもね、まあ、12時のを見た後は、まあ、さっとシャワー浴びてそのままそのタオルで涙を拭いたけどね。うん、だってまあ何が原因かわかんないけど声もボロボロだったし、なんかすごい考えて喋ってるのも分かったし、多分その自分から言うの絶対辛いと思うんだよね、お別れすること。それに耐えながらでも泣いたらあかんと思って必死で装ってる感じがして、なんか伝えることも選んでたと思うし、うん、絶対考えてると思うんだよね、なんか心地のことだから。だから、まあ、そこは本人が言うべきことかなとも思ったから、まあ、わためからは何も言わないけれど、昼の配信終わったあと一応チャット送ってさ、配信お疲れよく頑張ったって送って、うまく言えないもんだって言ってたよ。でも言葉が詰まるほど今まで活動頑張ってきたってことやでって送って、そやって言ってた。そんなね、別れがたいって思えるほどタツノコのみんなとね絆を深めたりとか、それだけ大事な時間を過ごしてね、活動も頑張ってきたってことだと思うねって。わためも会長みたいに強くなるんや。まあ泣いちゃうけど泣いちゃうけど、でも強くなるんや。うん、いっぱい泣いていいと思うよ。うん、泣きたいときは泣くんじゃん。おお、わためもねめっちゃ泣いてきたからね。うん、泣きたいときはいっぱい泣いて泣いて気持ちを整理して一緒に進んでいこうぞ。わためはみんなと約束したから一緒に武道館行くって。約束したから一緒に行こうな。うんうん、わためはまだまだ